はい、じゃあ今日の聖書です。今日は聖書。まず今日の聖書として、먼저오늘성경말씀중에서私たちの受けることができます。私たちの聖書、それは私たちは神様の祝福を受けるべき神としていらなくていい。神様から祝福を受けるものとして私たちを召されているということ、私たちがイエス様を信じて救われたものとして生かされているというのはそういうこと。神様の心は私たちを祝福する。隣の人に、神様の御心はあなたを祝福することです。はい、これ知りますか。神様の御心は私たちを祝福する。で、今日の聖書は民数記25章なんですけど、25章に入る以前です。22章から25章まで、まあ、今週ずっとリビングライフにいたんです。バラムのお話が続いています。で、このお話の始まりの部分を先週メッセージで受けたんですね。今日はこの内容を、はい、もう一度簡単に確認することから始めます。この内容をもう一度知ることで、이내용을다시한번암기함으로인해서사실今日の言葉に深くつながっていく。そうと、우리오늘의말씀에깊게이어집니다。まず登場する人物は、먼저등장하는인물은모압의王様のバラクです。모압의왕발락입니다。모압의王様のバラク。모압의왕발락。このバラクが、발락이占い師として生きていたバラムを通して、名前に似てますけど違う人ですね。占い師バラムを通して、イスラエルを呪おうとした。イスラエルを呪われました。イスラエルを呪おうとした。なぜならば、このモアブの王のバラクが、イスラエルのために非常に恐れた。イスラエルを呪われました。なぜバラクはイスラエルをそんなに恐れるのか。어째서이스라엘을그렇게두려워하는지。その原因が聖書に書いてある。원인이성경에적혀져있습니다。民数記22章。民数記22章。2節3節。1절3절입니다。バラクがイスラエルを恐れた原因です。바라기에이스라엘을두려워했던이유입니다。さて、スポルの後、バラクはイスラエルがエモリ人に行った全てのことを見た。モアブはイスラエルの民が多数であったので非常に恐れた。それでモアブはイスラエル人に恐怖を抱いた。スポルの後、バラクはイスラエルのアモリ人に行った모든일을보았으므로모압이심히두려워하였으니이스라엘백성이많은걸말미암아모압이이스라엘백성때문에분명하다。はい、2節を見れば、이제보면イスラエルがエモリ人に対して行った全てを見た。イスラエルがアモリ人に対して行った全てを見た。具体的には民数21章に書いてあることがありますけど、民数記21章に書かれています。一言で言えば、한마디로얘기하면、このイスラエルがエモリ人という民族を完全に打ち滅ぼしてしまった。이스라엘이아모리사람들을완전하게퇴복시킨것입니다。それを見た。그것을보았습니다。で、エモリ人といえば当時戦いに強い民族として知られている民族。그리고아모리들은그때당시에싸움에매우강한사람들이었습니다。そういうエモリ人たちを、그러한아모리족들은이스라엘が完全に打ち滅ぼしてしまったそれをモアブの王が見た。이스라엘이완전하게퇴복시킨것을모압의왕이보았던것입니다。また3節を見れば、イスラエルの民の数が大勢だった。이스라엘의수가많았다고했습니다。またそのようなイスラエルがモアブの国境すぐ近くまで来ている。どこがイスラエル国境まで降りてきました。それを知ったモアブの王のバラクはとても恐れた。イスラエル天皇の王バラクは目を取られました。遅かれ早かれモアブはイスラエルと戦いの中に入らなきゃならない。조만간이스라엘과의싸움에들어가야할것입니다。戦いたくなくても、戦いたくない相手だけども、いつかは戦わなきゃならない、その状況。싸우고싶지않고、싸우고싶지않은상대이지만、언제나싸워야될것입니다。
しかし、バラクが戦った時に、モアブとイスラエルが戦った時に、モアブがまともに戦って勝てる相手ではない。모압과이스라엘싸웠을때모압이참어모압이이길수있는상대는아니었습니다그것은모압은온말을사고있습니다모압의왕발락은알고있습니다普通の方法では이스라엘과勝てない보통방법으로는이스라엘을이길수없다そこで발락은一つの提案をする그것을그것에서발락은한가지제안을했습니다その提案は그제안은발락という占い師を通し이발락발락이라는전쟁을통해서이스라엘을마스노로이스라엘을저주하자노로드시마저주하자노로드시마가되기나라와다시다시이와다시전이스라엘을가지고되기나이스라엘을저주하면우리는이스라엘을이길수있다소대발과그렇게발락은고우라네시바는우라네시이전쟁의발락을통해서이스라엘을노로세우고이스라엘을저주하려고시카세종では하지만성경을보면소고고는실패했습니다그시도는실패한것이스라엘을노로운다는고고는3대로만이스라엘을저주하려고하는시도를3번이나했습니다시카스피펑에가하지만결과를보면3回とも이스라엘을祝福した세번도세번동안축복을받게되었습니다바락과바람을대신해발락은바람에게이스라엘을노로운것으로되었이스라엘을저주하려고하였습니다시카스바람의힘이들어오는것과이스라엘을祝福する것으로하지만바람의그입에서나오는말들은축복의말이었습니다이스라엘을祝福する이스라엘을축복하는날이스라엘은바람에의해서축복을받았습니다세번이나축복을받았습니다어째서그렇게되었는지바락은이스라엘을노로운다니바람을받았습니다발락은이스라엘을저주하기위해서바람을불었습니다しかし바람은그시간이스라엘을축복했습니다하지만바람의입에서는축복이받았습니다どうしてそういうこと어째서그렇게되었는지そこには絶対的な理由があった절대적인이유가있었습니다민수기22장12절입니다これ絶対的な理由じゃあ一緒にせーの神はバラムに言われたあなたは彼らと一緒にいてはならないまたその民を呪ってもいけないその神は祝福されているから함께읽겠습니다하나님이발람에게이르시되너는그들과함께가지말고그들백성을저주하지말라그들은노를받게되리라고민해봐여기볼게요하나님께서하나님께서이스라엘을시국으로캐티시다이스라엘을축복하는저주하는것을막으시다이스라엘을시국으로이스라엘을축복한다それが神様の御心だ그것이하나님의뜻입니다이스라엘이축복されることは神様によってもうすでに決定されているんだ이스라엘을축복하는것은하나님의있어서결정되어져있는것입니다そのような이스라엘이노로워낸것은絶対にあったのに그러한이스라엘이저주받는것은있을수없습니다それ神様の意思그래서하나님께서용서하지않았습니다영인정하지않으십니다그것이이스라엘이축복されることは神様の御心だ이스라엘을축복하는것이하나님의뜻입니다それゆえに、その相手がどんな人で、상대가어떤사람で、どんな力を持っている、어떤능력을가지고있는지、この神様の御心を覆すことは絶対にできない。하나님의말씀을거부하는것은절대할수가없습니다。이스라엘과축복されるのは、이스라엘을축복하는것은、神様の決定、神様の御心。하나님의결정、하나님의뜻입니다。同じものです。그것과동일합니다。神様の御心は、하나님의뜻은、ここに私を祝福する。여기에의미를이대로축복하는것입니다。私たちが祝福を受ける神であるということは私たちにすでに決定されている우리가축복을받는것은벌써정확히결정되어있는것입니다今日私たちが神を信じ神を礼拝する者として生きているということはそういうこと오늘우리가하나님을예배하고찬양하는것의이유는그런것입니다私たちが祝福を受ける民として今日も生きている우리가축복을받는백성으로서오늘살아가는것입니다맞아요私たちは呪いを受けるために生きているんじゃない저주를받기위해살아가는것을받기위해살아가는것이아닙니다ここに私たちは여기있는분들苦しみの中に置くということは神様の御心ではない고통가운데살아가게하는것이하나님의뜻이아니십니다神様の持っている私たちに対する御心하나님께서가지고계신우리들을향한뜻それは祝福것은축복幸い健康平和평화祝福を受ける民として私を選ばれている祝
또보는자로서우리택함을받았습니다이사실을틀려서는안됩니다하나님께서가지고계신계획은저와여러분을향한계획은제약이아닙니다미래와희망을소망을안겨주는것입니다성경에적혀있습니다예레미야서29장11절입니다せーの私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ主の見せそれは災いではなくて平安を与える計画でありあなた方に将来と希望を与えるためのものだアメン負けに進みました。여호와의말씀입니다너희를향한나의생각을들었나니험한일로제약이아니라너희에게미래와희망을주는것입니다아멘今日まず私たちはこのことを信じなきゃだ。먼저우리가이것을믿어야합니다。私たちに対する将来は希望に満ちています。우리를향한것은미래와미래와희망입니다。私たちの人生にこれから準備されている。우리들에게지금부터준비되어있는것。その祝福、生命、希望なんです。その祝福は未来は今なんです。わざわいじゃない。じゃないもんね。苦しみじゃない。苦痛じゃないんだ。悲しみでもない。슬픔도아닙니다。私たちの将来は間違いなく明るいんです。우리들의미래는틀림없이하나님。それを隣の人に言ってあげてください。それを隣の人に言ってあげてください。あなたの将来は明るいんです。あなたの未来は明るいんです。すいません。あなたの将来は。これが聖書で約束しているものです。マジで約束してほしい。神様の御心は、イスラエルを祝福する。イスラエルを祝福する。同じように神様の御心は、マジで神様の御心。ここに私たちを祝福する。マゲイの御心を祝福する。しかし問題がある。それは問題がありました。その問題を、今日の聖書から見る。今日の聖書から見る。今日の聖書の9節。9節の時は祝福を受ける神は見せられた祝福を받아야할ですね審罰を受けて2万5000人死なれた審判を받고2万4000人死刑되었습니다審罰を受ける審判を받습니다なぜそういうこと왜그러하는가祝福を受けなきゃならないイスラエルが祝福を받아야하는이스라엘이どんな人物が現れても祝福を受けていたイスラエルが어떤인물이나와도축복을받았던이스라엘도시공원이어째서이때시우가좀이렇게지나가야하는가병을받아야하는지그이유로세조가공지했습니다성경으로부터확인을했습니다오늘세조오늘성경말씀민수기25장민수기25장1절에서4절보시겠습니다1절에서3절다시보겠습니다이스라엘과시기온이돌아받으니라하나님과모아보다시고미달을도시하시며娘たちは自分たちの神々に生贄を捧げるのに神を招いたので神を称し娘たちの神々を拝むこうしてイスラエルはバールペロの下のようになったので主の怒りをイスラエルに対して吠えとイスラエル시든에물러머물러있더니그백성이모아여자들과은행하기를시작하니라그여자들이자기신들에게제사할때이스라엘백성을정하며백성이먹고그들을신들에게절하고이스라엘이바알고에게받아낸지라여호와께서이스라엘께질문하시다여기보면이스라엘의국가식2つの罪이이스라엘이행한두가지죄를보게됩니다먼저1절을보니까먼저1절을보면이스라엘의하나님과모압의娘들과서미달을하고시작합니다이스라엘의백성이모압의여자들과행하기시작했습니다가늠의죄가늠의죄입니다また2절을보니까또2절을보면이스라엘의하나님과모압의娘들과모압의偶像을모압하셨습니다그여자들이신들에게제사할때함께먹고그들에게절하였습니다그우선순간이지우선순대의죄입니다혼의두가지죄로이스라엘과복하시다이런두가지죄를이스라엘이지었습니다성경과그결과산세전과선자를보면슈이카이가이스라엘이모에주님께서하는이스라엘에게진정하셨습니다소유니그2만4천명의人々が신발을受け殺されなければ2만4천명이병으로인해죽게되었습니다이스라엘과이스라엘은마찬가지로신발을受け入れる축복을받는백성이었습니다그래서마찬가지로맞아요틀림없는것이었습니다시작적으로생각해보자성경을보면
選ばれているイスラエルが決定感を받은이스라엘이終末に殺されなきゃならない。なぜそういうことが起こったのか。それは、イスラエルの犯した罪の由来だ。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 今日私の罪の由来だ。ここに私たちは祝福を受けるべき民であることは間違いない。祝福を받아야만백성인것은틀림이없습니다。神様の御心は하나님의뜻은私たちに幸いな人生を与える。우리에게복된삶을허락하기위해。しかし同時に하지만그것과동시에우리가깨달아야할것은神様の御心は하나님의뜻은罪を徹底して批判하는것입니다。죄를철저하게심하신것입니다。罪を徹底して裁かれるお方。罪を徹底して審判しているお方。罪を犯し続けているというのは、罪を継続して犯しているため、その人は必ず裁きを受けなければならない。사람은언제반드시심판을받는다。だから私たちの決断は、これだけ우리에게제일중요한것은、神様の祝福を受けるべき民として、하나님의축복을받는자백성으로서、罪から離れて生きるというのが。죄로부터멀어지면서멀게살아야할것입니다。罪の中にとどまっていてはならない。죄가운데멀어져야됩니다。神様の祝福を受けるべき民として하나님의축복을받아야할백성으로서それにふさわしく生きなきゃならない。그것을합당하게살아가야합니다。いつまでも罪の中にいるような언제까지나죄안에있는信じていない人というのが믿지않는사람古い価値観の中で生きているのが예전가치관에이스라엘은마치가인간사다축복을받게되기때문에예상이스라엘은틀림없이하나님께서축복을받는백성으로축복을받습니다。しかし그것은하지않을때무엇을얻게도소위부서시이기다가수익으로가게됩니다。마대방관은삶을살지못하였습니다。이가인나다른말을얘기하면감사와축복을받게됩니다。하나님의축복을받는것을이스라엘은自ら수익으로받습니다。그런데포기시이스라엘이스스로포기한것입니다。今日は私たち神様の心を私たちを祝福する。하나님의뜻을우리를축복하는것입니다。しかしそれを受けることができるか。それは그것을할수있는지없는지。祝福の人生を生きることができるか。축복의삶으로살아갈수있는지。心を平安にして生きることができるかどうか。마음을평안히살며살아갈수있는지。それを決定するのは。그것을결정하는것은。結局私たち自身の選択だ。결국우리는자신의선택입니다。私たちは祝福を受けるべきふさわしいものとして生きることができる。우리가축복을받고살아갈수있는지없는지소유를느끼나될까요그렇게살아가는가소유를느끼게그것으로인해서결정되어있습니다。축복을받는것이축복을받는자로서감사가결대상에있는것과같으니하나님께결정을받았음에도불구하고무시와다시가소유를상식으로이길것같아있나요만약우리가그것을결국살아가지못한다면수민과같은축복을받는다제가원에서계속살아간다면소유가어디있을까요사람스스로감사의축복을포기시하나님의축복을포기하는것입니다。소유처세입니다。그러한삶이되는것입니다。이사야59장이사야서59장1세3세1절2절입니다。자이십육장세로미요시로미대가미시작되스쿠에나인다아니소노미가토로테스쿠에나인다아니아나가라도토가아나가라도아나가라도타미도시키도나니아나가라도스미가미가오오케이됐습니다。여호와의손이살아또하나님못하신다며귀가전하여듣지못하는지라오직너희자라기너희와함께하는사이를갈라놓았고너희죄가그의얼굴을가리어서너희에게서듣지않으시게합니다。저는이것도말로이말씀도감사와하이믿는지않는것같아요。하나님의사랑이넘치는말씀입니다。감사와하나님은罪を犯し続けているその人々をそのまま放っておかれます。죄를계속해서지는사람들을그대로두시지않습니다。そのまま見放さない。그대로방치해주지않습니다。なぜあなたの人生苦しいか。어째서당신의삶이힘든지。なぜあなたの人生に平安がないか。어째서당신의삶에평안이없는지。そのことに対する原因をここで明確に教えてくれます。그것에대한원인을명확하게알려주고있습니다。この言葉から出てくるのは神の愛じゃないですか。이말씀에서나온것은하나님의사랑입니다。당신의죄입니다。하
하나님의 뜻은 하나님의 뜻은 당신을 축복한다. 당신을 구원한다. 당신의 복음을 위하여 하나님께서 그렇게 말씀하십니다. 하지만 만약 그렇지 않다면 그 원인은 하나님이 있는 것이 아닌 당신에게 있는 것입니다. 당신의 죄입니다. 당신의 죄를 깨끗해 죄에서 멀어진 것입니다. 죄 가운데서 먹은 것이 아닙니다. 그것에 축복은 없습니다. 그것에는 기쁨이 없습니다. 죄에서 멀어졌습니다. 당신의 본래 살아야 할 곳으로 돌아가는 것입니다. 다시 한번 돌아가는 것입니다. 그것을 이곳에서 말씀하셨습니다. 그러면 우리가 죄에서 멀어졌습니다. 본래 우리가 살아야 할 곳은 어디입니까? 그것을 성경에서 말씀하셨습니다. 1편 1절을 생각해요. 세요. 사야야 보여. 말로도 하나님을 알면서 스미도도 믿음이 받았어아사대의모든자는使わなかったその人は誠とまことにその人は主の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさむその人は水の空に植わった木のような時が来ることを見ながらその人は何をしても 알겠습니다. 시작. 고기 있는 사람은 아기들에게 따르지 아니하며 저희들의 기대에 서지 아니하며 원하는 자기의 전전에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 취하여 묵상하는 자라. 그는 시내가 심은 나무가 천을 따라 내면을 내주며 그 잎사귀가 마르지 아니한 것 같으니 그가 하는 모든 일이 다 평평하리로다. 우리가 본래 서야 할 것 말씀입니다. 하나님의 말씀입니다. 하나님께서 하신 말씀. 바로 이 성경으로 우리가 돌아가야만 합니다. 이 성경 위에 우리의 삶을 생각합니다. 성경의 말씀을 기준으로 사는 삶. 그렇게 한다면 그 사람은 어떻게 된다고 적혀있습니까? 저는 시냇가에 심은 나무처럼입니다. 수요로 소원이 이루었다 키우려다 지세요. 시냇가에 심은 나무. 마음으로 고고로 믿어서 정말 진정으로 마음이 열매를 맺는 고고로 이어놓고 그냥 믿지 않고 진정으로 진정한 기쁨이 넘치는 삶. 세시와 오신 시작할 때 이길 수 있어요. 성령에서 말씀하는 그 성. 마다시 지세요. 혼돈을 이어놓고 그냥 우리들에게 진정한 기쁨을 줍니다. 그것이야말로 당신의 삶에 축복이 있는 것입니다. 그것을 살아가 주셨습니다. 그것을 사는 것에 도전하는 것입니다. 그 결과 어떠한 뜻이 있는지 이 말씀을 살 때 어떠한 크신 일이라 그것을 체험해 보시고 무엇인데도 형통하다고 이것을 다 꼭 한번 체험해 보시고 그것을 위해서 당신이 바로 하나님의 말씀을 돌아온 것입니다. 하나님의 말씀으로 사는 것입니다. 그것이 매일 순간 말하는 것입니다. 예레미야서 15장 16절입니다. 세요. 나는 이곳으로 인식하시니 소리로 가려하시오. 나는 이곳으로 나사신으로 때 당신이 도장이 복으로도 여성으로도 만나시다. 만능으로 하니 쉬어. 나사신과 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 만군의 하나님 여호와시여 나는 주의 이름으로 일컬음을 만지자. 내가 주의 말씀을 얻어먹었사오니 주의 말씀은 내게 기쁨과 내 마음의 즐거움이다. 감사하다고 시급스러운 일이 났는데 하나님께서 당신을 축복한다고 하셨습니다. 시급이 너무 많이 안다 그 축복이 어디 있습니까? 하나님의 영광이 너무 많이 안다 당신의 기쁨이 어디 있습니까? 하나님의 말씀입니다. 하나님의 말씀을 담은 것입니다. 그것을 먹은 것입니다. 그냥 말씀을 읽고 그냥 지나가는 것이 아니에요. 그 말씀을 내 것으로 하고 그 말씀과 하나가 되었다. 그
말씀대로살아가절대시대에결정하게살아가수고님맞아요하나님의진정한행복당신의삶에진정한행복을찾게됩니다사실이야요구다즐거움이면기쁨입니다시행장시행10번째72절세로하나님의진정한행복과당신의경제육신으로생명이마사로옵니다아멘시작주의이름의법이내게는천천구름보다좋으니라育成の金銀にも勝るみたいな。もう想像できないもう莫大な財宝よりも尊いものが。想像할수없는것보다더욱더말씀이주는것이お金いっぱい持ったことありますか。どう많이가지고계신분있으신분계신가요。あまりね。どうも없으신것같아요。あるとは。어떤분은。어떤분은。私の知り合いは。제가아시는분은。3억엔というキャッシュ、キャッシュ、キャッシュを손을받기시작했습니다。3억엔이라는그런돈을손에얻게되었습니다。3억엔というお金を手にしたの皆さんどう思いますか？3億엔。今日。오늘。嬉しい。キャッシュがある。ありまして。이것도하고。그건좀안할수있어요。차도좀새로하고。이해좀더구하는대로접근하세요。집좀더모시고。이럴까요？여러가지생각하는。嬉しいです。기쁩니다。だから見たかった。하지만3일후。손실을그사람에게했습니다무슨일까계속두려움을만나는거예요정말무슨일까어떤두려움을이쯤고리가나타나시언제이게없어지는지그건마무리입니다진짜는어마무리그걸지켜야합니다요구이아니기쁨이없습니다서로3억엔이돌아가는데3억엔3억엔3억엔이돌아가는데요구이아니4억엔에붙잡혀서3억엔사고인한게없었습니다이세상의것에는기쁨이없습니다세시분입니다성경에서는기쁨세시분입니다성경에서말씀드립니다말씀을따르며살아갈때진정한기쁨이있습니다또다이유어떠한영역보다어떠한능력보다소유한거하늘까지무섭게수고하신것과큰미고도저배우신뛰어난하나님의말씀이있습니다오늘꼭알아주시고이세상의것은모두지나갑니다옆에코너영어보다전부승이잘안됐어세상의것은모두지나갑니다今手にしているどんな良いものもいつか消えてなくなってしまう。今手に가지고있는어떠한좋은것도언젠가없어지게됩니다。新しく買った iPhone7 も1年後にはもう古いものになってしまう。새로나오는 iPhone7 도1년전에는또새로운것이났습니다。また新しいもの。새로운것이나왔습니다。それ光栄なこと。역시세상의것입니다。しかし、하지만성경에서말하는것은하나님의말씀은영원합니다。하나님의말씀은영원합니다。미고도가는왜이렇게탓때이길지생소말씀위에사는삶이야말로어떤사이가되셨습니까전전기쁨의삶입니다이스라엘과이스라엘은하나님의축복을받는것입니다하나님의축복을받는백성이었습니다시작하다보니까이방적으로이스라엘과이스라엘은하나님의미고도가하나가되었습니다하나님의말씀에서떨어지게됩니다그리고모세가읽다10가의문화로2가지로매각을약속합니다이것이모세가말하는그10개명중에두가지를하는것입니다그래서모세가읽습니다부산속에그가는거죠이스라엘이스라엘이스라엘이스스로감사와축복을도사의기술로대한하나님의축복을받는그런삶결정나왔습니다그분은나서가여기에지나가니감사와축복을우기를받는것입니다하나님의축복을받는것입니다소위부사식을우기를받는것입니다그것에걸맞게살아가신것이원합니다오신시간이번주일주일간감사와축복을다항상감지나가이기를받는하나님의축복을많이누리며살아가시기바랍니다두번째입니다교세주가오늘성경말씀을보면이스라엘로부터사라진다시말이스라엘이처럼심판을시작그것은또모압으로이스라엘까지로유학을이루었모압의딸들의모압의딸들의유학이었습니다모압으로이스라엘까지로유학から始まって이스라엘의民は罪を犯し神様から逃れた모압의딸들의유혹으로인해서이스라엘은죄를짓게됩니다유혹이간절히막았습니다유혹이완전하게졌습니다그러니까이스라엘의경우가현실입니다이스라엘의백성의현실입니다소식으로현실과그리고 이현실은이스라엘의탐이나기니오고를못하이스라엘의백성에게만일어나는일이아니라교훈하시네지금오늘여기계십니다감사와礼拝している私たちにも起こる現実で하나님을예배하는우리들에게도일어나는현실입니다
神を礼拝して生きる私たちの現実としてこれが起こる。神様の祝福から引き離して呪いの中へと引き寄せようとする働きは常に私たちの人生の中にある。저절로 우리들인도하려고하는그세력이언제나있습니다그것이그것을우리가잊어서는안됩니다악의세력악마악의수능수악마항상그 악한세력이우리들에게사업을허락하는것을잊어서는안됩니다로마서로마서7장24절에서24절파울로보관파울로보관私の体の中には異なった立法があって、それが私の心の立法に対して戦いを挑み、私の体の中にある罪の立法を取り込みしているのを見出すのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょう。내지체속에서한다른법이내마음에못닿아서제지체속에있는죄의법으로나를사로잡는것을보느라오라나는공고한사람이로다이사랑의몸에서조가나를건져내라이것이파울의외침입니다외침이냐보통입니다머리는알겠습니다무엇이좋은지무엇이하나님께서싫어하십니까무엇이중요한지무엇이하나님께서싫어하십니까바울자신이생각하고있습니다しかしそこのそこに従うことができない力が하지만그것을따를수없는그세력이그そこに従うことのできない自分のこの肉の弱さが存在している그것을따를수없는자신의육에약한罪の誘惑に対し죄의誘惑에대해서悪の力に対して악의세력에대해서簡単に敗北してしまう自分が存在している간단하게회복해버리는자신이이つもこの戦いの中で私は苦しんでいる언제나이상한마음で우리들고통하고있습니다そしてこれが마음으로이것이クリスチャンの現実クリスチャンの현실입니다現実현실입니다クリスチャンの私はクリスチャンの私は今지금도罪との戦いの中に置かれている죄와의싸움에놓여져있는것이これを忘れてる이것을잊어서는안됩니다今も私たち지금도우리들은罪の誘惑죄의유혹과싸우고있습니다부정적인거예요예배할때도악마아마악의악한세력들을일하고있습니다예수様도예수님에게도악마사가働いたことを知らない악한세력이일하였다는것을잊어서는안됩니다そうじゃない그렇다고하면私たちも우리들도수행하게그렇게일어나는것을기억해야합니다私たちを祝福の人生から우리들의축복우리들의축복의신사모의人生を引き戻そうとする세력がいる저제사회로돌아가게하려고その力がいつも私たちに戦いを挑んでくる。그런세력을세력도우리가우리에게싸움을겪는それを그것을私たちは認めます。우리가인정하는것입니다まず認める먼저인정하는것입니다そして罪の誘惑にあって그리고죄의誘惑에있어서우리私たちは때로는우리가今日の聖書のイスラエルのように簡単に敗北してしまう存在であることを認めた。오늘성경말씀처럼이스라엘이스라엘의백성들은아주간단하게회복하는것을인정해야합니다아니나는괜찮다라고하는것이아니오랜만에신부처럼나세계적인소식나정도의회복이되면괜찮다라고하는것이아니교회가몇년가려울때를또못들어가서교회를내가몇년다니고있다고생각하십니까어떤나라어떤나라어떠한입장이냐고이스라엘의현실은마치현실이라고믿어버려이스라엘의현실이내나의현실인것을잊어서는수고도믿음의의미그것을인정하기인정하기때문에그렇기때문에우리는이렇게기도해야합니다우리들을아세는것같은악을쓰고있습니다악에서구원하여주시옵소서우리들을고로아세는데우리를시험들게하지마옵시고악을쓰고악에서구원하여주시옵소서우리는신호기도를이끌고있는것입니다우리가주기도문으로서언제나기도하는것입니다그리고우리는아래의순간에이노를믿는것입니다우리가언제나어느순간에나기도해야될것입니다이노를탄다를이기도는그냥얘기하는것이아닙니다의식이아닙니다현실이아닙니다현실이아닙니다이것이우리들의기도입니다우리언제나눈을뜨고이죄와죄싸움가운데시험을
지지 않도록 그 악한 세력에서 승리할 수 있도록 악한 세력에서 승리할 수 있도록 기도해야 합니다. 하나님께서 원하시는 그 축복의 길로 나아가기 위해 우리가 늘 기도하고 언제나 기도해야 합니다. 악에서 구원하여 주옵소서. 제 시험으로 태워 구하여 주옵소서. 우리들의 마음이 언제나 말씀으로 지배될 수 있도록 육의 욕심으로 마음이 뿌리끼지 않도록 무엇이 진지 무엇이 악한 것인지 그것을 확실하게 알 수 있도록 그것을 우리가 확실하게 기도해야 합니다. 기도해야 합니다. 유단이라는 말 그 한자를 생각해 주시고 유단이나 방식 한 번으로는 기름을 자르다 절단하다 라는 아브라오 닭대 기름 유사로 자를 다니면서 기름을 자르다 이스라엘 이때 완전하게 유단하였습니다. 기름을 자랐어요. 기름 절단한 것입니다. 그 의미는 하나님의 말씀에서 떨어져서 살아갔던 것입니다. 하나님과의 교제를 잊어버린 것입니다. 우리들도 방치한다면 바로 하나님의 말씀에서 떨어지고 그분과의 교제를 잊어버린다면 간단하게 그 악의 세력의 유혹에 빠지게 됩니다. 그리고 축복을 받은 백성으로서 결국 사랑할 수 없게 됩니다. 그 유혹에 대해서 성경에서 말씀하셨습니다. 우리가 한 사람으로서는 그 죄의 유혹에서 맞서 싸울 수 없습니다. 우리 혼자서는 절대로 싸울 수 없습니다. 성령님의 도우심이 없다면 우리들은 유혹으로는 절대로 이길 수 없습니다. 그렇기 때문에 우리는 깨어서 항상 기도해야 합니다. 그리고 교회의 모임에 함께하여 서로 기도하며 서로 격려하는 것입니다. 확실하게 당신이 축복의 길에 서 있는지 그것을 우리가 말씀을 통하여서 확실하게 보는 것입니다. 서로 확인하는 것입니다. 이것이 교회의 모임입니다. 교회의 모임은 무슨 멋진 사람들을 모임이 아닙니다. 정말로 약하고 많이 지치고 고통스러워 그런 사람들이 모여서 말씀을 듣고 찬양하며 서로 격려하며 서로 기도하며 다시 한번 다르게 모여서 그렇게 가서 격려하며 그러한 목표가 교회입니다. 사회를 모시고 이스라엘이 우리들의 살아온 분들의 교훈입니다. 악으로부터 보호되지 시험에 편혹되지 않도록 매일 말씀으로 살아갈 수 있도록 기도의 생활을 가지고 하나님과의 교제를 가지고 매일 살아가는 것입니다. 그곳에 우리들의 삶의 기쁨과 즐거움이 있습니다. 그것을 체험해 주십니다. 그것을 꼭 자신의 것으로 반드시 하나님께서 말씀하신 당신의 그 약속의 말씀을 가지고 우리의 삶을
축복의 길로 인도할 것 같습니다. 아멘. 시험에서 이기는 여러분이 되시길.